ちは。こんにちは。何ですか？お客です、お客です、お客です。客だろう。はい。どういうシステム？最初からやり直して。はい、じゃあ最初からやり直すってなんで？これ邪魔ってもう一回。はい。こんにちは。邪魔。ちょっと飛んでるやん。まだ百うさうさで、紅茶とクッキーを楽しむことができる。なるほど。そういう感じか。では、大詐欺様、ご案内いたしますね。まず、俺の大詐欺。はい、大詐欺様。とっても大詐欺様に来てますよ。ね、あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい。触らせてる。こちらどうぞ。大詐欺様は、うさぎ席と一席、どちらがよろしいでしょうか。うさぎ席。はい、ありがとうございます。おすすめのうさぎ席へご案内いたしますね。おさぎ様、ただいま紅茶とクッキーを用意しておりますので少々お待ちくださいませ。すいません。締め様、おさぎになります。はい。出しました。おさぎ様は、はい、月の砂、月の雫、月の宝石、どちらかも。ありがとうございます。入れますか？砂糖ですか？月の砂です。月の雫です。寄せた方がいい。あ、なるほど。雫ってそういうことか。これが宝石です。じゃあ、全部入れで。全部入れで。ああ。そういうお客様は、太ってる。初めてです。一杯で。一杯でいいんですか？いいです。そんなに取らせようとして。これ何杯ぐらい入れる普通に？10杯は入れますよ。10杯は、10杯もう埋まるよ。入れますよね、エリオさん。はい。ですよね。エリオさん、ちょっと別々してエリオさんも座って。エリオさん、趣味が麻雀と本当ですか？あ、それは奥で。入れますか？あ、もう。もういいんですか？はい。何やってるの？これが月の雫です。それから最後にとっておき、こちらが月の宝石です。はい。こちらも一杯でよろしいですか？じゃあもう一杯で。はい、ありがとうございます。宝石ですよ。ああ、どう見ても宝石ですよね。笑っちゃうな。月の砂、それから雫、宝石を混ぜ混ぜ。スペシャルストロベリーミルクティーでございます。こんにちは。熱い。バッチリです。美味しいです、美味しいです。はい。あ、飲み終わったんですけど、宝石が最後出てくるみたいな感じなんですね。はい、そういう演出です。なるほど。これがいいみたいなね。はい、これが宝石なんです。あ、ジャムですね。宝石です。なるほど、ありがとうございます。どうも。もうすっかりね、夜になっちゃって、はい、もう屋台とかももう閉め出してね、回るとこもなくなってきたんですけど、まあ写真とかね、いいんじゃないですかこれ。写真とかあるよ中で。ほんとね、見たかったんだけど、やっぱ撮れないもんなのかね。俺らは撮影禁止って書いてるんで、ね、写真学科でもいいし。撮影禁止、感じ悪い。感じ悪くない？感じ悪いっていうか、まあなんかその俺らのこの写真に、いや、ちょっとでもさ、真似戦士って思わん。別に利権みたいなことやろ。
マネーとかじゃなくて。それでもその写真があったから俺たちに何か利益があるとでも。いやし、マネ戦士。マネ戦士だ。じゃあ外ちょっと出る。夜の感じ。これ夜ですね。餃子ですか。いいっすね。これだとでも水餃子かなって思っちゃう。いや揚げ餃子です。揚げ餃子揚げておきます。いや、いい、100円なんですね。ずっと100円でしたっけ。ずっと100円。寒くない？いや、下っぽくなる。ちょっとずるいね。うわ、ちょっとスマホみたいなのも、スマホみたいなのラインでめっちゃ出ちゃってる。エネルギータンクいいね。あ、いいキャラがすごい。これ何人だろう、今日さ。ミュージカル研究。あ、ミューキャミュージカルって何？ミュージカル、餃子、ダンス。そうか、餃子があるのか。餃子を日常的にやってんの。常に餃子のことを考えて。餃子をやってるの。三重県は伝統で、三重県餃子って言ったらね、芸祭も春祭もね。ちょっと待って、なんでずっと気になってた。いや、武器ですよ。武器じゃない。まずなんでこんなちっちゃいのがあるのってこと。この世にこの世にあることに、ここにこうすごいバッチがある。で、これがまだ取られてない。あ、本当だ、取れよ、あ、感じ悪い。感じ悪いぞ。どこだ。あ、優しいな。優しいから。子供は矯正してるけど、歯を。子供は歯を矯正してた。大切なことなんだよ、今後のために。で、ちょっとなんか、他にも見てみよう。いろんな人が。フリーハグがあるよ。フリーハグしてもらおう。フリーハグしてもらおう。じゃんけんしよう。絶対負けたくねえわ。俺だってちょっと嫌でしょ。俺だってさっきさ、うん、さっきプライベートで、プライベートってもあれだけど、うん、普通に友達と撮った時にハグしてる人がいて、風俗かよって言っちゃって。絶対聞かれてるやん。絶対聞かれてるから。俺は嫌なんで、刺されたら怖いから。ハグの時に脇差しが。最初はグー、じゃんけん、ほい。しゃー、めっちゃ嬉しい。リハグしてきます。結構いいやな。ありがてーす。これ握手はなしですか。あ、ありがてー、ありがてー。寒くないですか。どっちで。ごっつって冷たくない。そういう意味でのハグでもあるかも。隣の方はもうマフラー巻いちゃってます。ダメでしょ。あったかくなるしね、ハグするとね、心もね。こんなのもあるんですね。すごいですね。すごい。これいいんですか、撮影は。撮影はいい。撮影 OK、 土足 NG、 飲食 NG ですね。土足と飲食は NG です。撮影もなしにしましょうよ。撮影はいいんですよ。これはいいんですよ。ありがてー。あ、なんか枠からちょっといい。いや、俺もできるよって。できるんだよ。ちょっとこういう時のうざいコメント多いね。いいよ。白がいい。白が綺麗。だから、これも白があるから黒が生えてる。でもここの白も、ちょっと待って、これ可愛い。ん？この、この服写してあげて。腹立つから見て。この服写してあげて。腹立つから見て。こういうとこだよね。でもさ、ここの白もさ、完全なハイライトじゃないからさ、手間かかってるんだよね。あ、こちらに。いや、すごい。あ、西野来てる。西野さんへメッセージをどうぞ。あ、めっちゃ書いてる。すごい。ファンの方とかすごいね。かっこいいね、なんか。あ、もうだからこういうの見に来る人だからあるんだ、自分のが。あ、すごい。でも見て、んバイトのサインみたいな、ハンダ。ね、手洗いましたみたいな。そう。健康観察も。ちょっと書きますか。じゃあちょっと心躍らされる文章書いて。
書きました。すごい嬉しいよ、これだったらフォローされたりしよう、ツイッター。家帰るまで覚えてっかな、ツイッター。ちょっとね、これ俺気になってたんで、文芸学科の思いを伝えてみたかったで、入ってみますか。入ろう。風船を割ってくださいだって、あなたの勇気になる。安全ピンを安全に使って風船を割ってみましょう。言葉の山から一つの言葉を持ち帰ってください。風船の中に言葉があると。やっていいですか、このゲーム。このゲームやっていいですか。できれば最初から見ていただいた後のそれがいいんですけど、あ、じゃあそうしよう。なるほど、解説しましょうか。解説してください。お、あった、嬉しい。仕事がある。仕事があるぞ、ニートみたいな。クス玉をちょっと今用意しないと。仕事あったじゃないですか。仕事ちょっと、まあいいや。はい、どうも、こんにちは。ちょっと待って、テンションそんな感じなんですね。チームナスです。急に、やばいやばいやばい。初めの言葉これですね。すごい。あのナスって、NAS っていうのですね、中原、青木、鈴木の3人の頭文字を取って、ナスっていう。で、この最初のみんなの言葉を書いてまして。めっちゃいいですね。そうなんですよ。こういうのはやっぱり要約とかしちゃうというか、ね、日本語ビリですね。で、みんなで書いてて、で、これ懐かしのグッズを話してよ。そうなんです、近畿なんですよ。懐かしのグッズで、みんなでこう、やっぱり手書きとか原稿用紙って小学校時代じゃないですか。そうなると、こういう懐かしいグッズを見て、あ、懐かしいなって気持ちになっていただくと。なるほど。で、ここなんかロッカーとか下駄箱っぽいですよね。はい、あ、ぽい。それロッカーの下駄箱といえば小学校かな。といえばラブレター。ラブレター。そうなんですね。で、ラブレターを。ちょっと鼻につくな。あ、なんもないです。鼻につくな。文芸学科の人にみんなに書いてもらって。すごい。で、これ自由に書いてあるんだ。そうです、全部書いてある。じゃあ1個見てみてもいいですか。そうです、いいですよ。じゃあ俺この柄好きなんで知らんわ。これも鼻に水玉が、鼻につく、鼻につく対決になってる。じゃあちょっと読んでいい。どうぞ。文芸学科の人の文章だから。あ、何々へと。いや、そうですね。これオフレコですね。あ、誰かが誰かに当ててんだ。そうです。初めて会ったのは雨の日でした。気づかない私に手を振ってくれました。名前も知らないし、顔だけ見たことがあるくらいでした。長い。終わったの。うん、終わってないだろ、今途中で終わったよね、お前今。長くてじゃない、やっぱり好きだったんだなと思いますと。はぁこれは何ですか。で、これはあの5文字あるんですよ。あ、でそれを俺こういうのめっちゃ好き。で、これじゃあ作ってください。なんか、はい、めっちゃ悩んでるわ、あいつ。あ、小さいやつないか。ありますよ、探せば。探せばあります。ないのに。全然ないわ。タイムアップとかあるよ。あ、あるわ。でも次行っていいですか。いいわ、これで。何読んでもらった。これが、あ、ホームビデオ。カッコ笑って何？さあ、さて、来ました。来ました。風船ですよ。割って、はい、メッセージがあると。メッセージが中に入ってるんですもん、その中に。じゃあ、ちょっとせっかくだから選びます。はい、自分で。自分でお願いします。じゃあ、俺、この色着てるしね、これで。はい。割っていいですか？音って。はい、あ、じゃあカウントしましょうか。5、4、3、2、1、どうぞ。割ります。あーって。なんで拾って。これこそ読むべきだよね。読んでください。世界に革命する力を、アニメ少女革命ウテナ。いいの引きましたね。ウテナ好きなよ。心に刻んでいただいて。なるほど。持ち帰りいただけると。いいの引いた。あー、俺もちょっと引きたい。お、どうぞ。いい言葉が欲しい、俺も今人生悩んでるから。いいね。うん、悩んでるところもっと掘ってくれてよかったね。博文とかあるよ。おい、興味持ってる必要。はい、行きましょう。はい、どうも。あー、え、ポイントの後ろに。あ、上です。何ですかね。俺が授けた方がいい。なんでお前やだ。俺だって読むから、俺が。いいよ、俺が授けるよ、自分で。あ、
選択のできない人間というものは人間であることをやめた人だよ。時計仕掛けのオレンジだ。最後だけ人って知ってる。すごい面白いね。そうですよね、あれはグロい、いいよね、グロいですけど出てきそうじゃん。どういうことですか。でもなんか選択のできない人間という、なるほどね、うん、そのどっかで選択をしないと人間じゃないと。どのシーンで出てきたか覚えてる。全然覚えてないです。そうか、はい、よかった。もらっとこう。もらってください。膝もピンもいいの。安全ピンはダメです。安全ピンはダメです。ピン欲しいのかよ。じゃあで最後に作文、あの文芸学科生以外で、こんなのハードル上がるぜ。文芸学科生の作文とか思いを伝えろテーマにみんなに書いていただいて、僕らのテレビ、あ、これも有志で、有志っていうか こちらからお願いして、ああ、できれば書いてください、書いてくださいってね。友達に、この収集率、友達めっちゃいるやんか、3人でやってんのに。でも1人4枚かな。ノルマがちょっと辛いな。ちょっと辛くて、だから集まんなくて、4枚だとしたら少ないじゃん。小学校の時の折り鶴ぐらい辛いな、それ辛いわ。まだこれね、ゆっくり読みたいね。あのやってる3人のポートフォリオと、うん、結構今までの展示の中でも楽しい方、全然すごい楽しい方、あのね、はい、チュウヤンがね、すごいチュウヤン、うん、チュウヤンがいい、チュウヤンがええ、チュウヤンがいいんだよ。なんで勝手に中原からのね、中原、ここ以降チュウヤンって呼ばない感じもいい。編集長でした。え、俺ね、すごいね、トライフェラーいいなって言ってたの。はい、本当ですか。影で、え、え、いいね。旅行とか趣味、いや、引きこもったりする。そうですね。こんにちは。ミーの、ミーのミーみたいなのあるよ。100円、変えられる。やる人いるんだね。本当 Wii のやつだ。Wii の Mii みたいね。めっちゃ楽しいですよこれ。Wii の Mii じゃないのこれ名前。違いますよ。っていう以上のラインナップでした。あ、すごい良かったです。じゃあまた。じゃあまた。またやってみてぜひ。はい。はい。はい。また。コンビニを回しながら。おやつ出てきます。おやつ出てくるのか。いいか。はい、ということで、今日日月は楽しかったです。はい。まあそういう風に回れることはないけど、またいろいろ刺激良かったね。シナプスに刺激がちょっとやっぱ今シナプスってパッと出たでしょ。うん、そういうこと。もう日芸のそのいい刺激もらいまくってんだよ、うん、いやでも良かったと思います。今日もう本当ね、いろんないい人たちがいっぱいいた。それをね、紹介したかったっていうのはあるよ。あります、うん、そのグレーもありました。カズ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 もお詫びしたい。お詫びしたい。